安心してくれ。どうやら向こう側の地区で暴れた後に消えたようだ。じゃあ、私たち…と言っても、あいつが暴れて破壊した場所は、もうだ…けど、避難が間に合っただけでもよしとするか。犬頃に…さて、お前らも疲れただろう?ここ… くれよな。
んかプラネティアーノの建物なら、うずめに聞いてみようよ。悪い、うずめも知らないの？まあ、女神なのは確かなんだが。え？記憶の最初にあるのは、この名前も知らない町の景色で、唯一覚えていることは、俺がこの国。そんな、いいっていいって。ギアッチが気に、別に記憶がないから困ることもないし。なあ、ネプチとギアッチってどこから来た？あ、プラネテューヌだけど。プラネテューヌ、娘さん。あ、いや、大したことじゃねえよ。ちょっとさっで、プラネティウヌへの帰り。そうですか。ただ思い当たるとすれば、海の向こう。あ、行ったことはないが。じゃあ私たち、いつの間にか海を越えて。理由はわからないけど、それならエヌギアの電波が届かなかったり。ちなみにどうやってこの国に来たんだ？それが、お姉ちゃんが拾ってきたゲーム機を直そうと思って、試しに電源ボタンを押したら、なんだ、渦か。どう考えてもそいつがワープ。そうだ、ずっと気になってたんだけどさ、ここって視野が感じられないんだけど。そりゃここには人がいない。そうなの？もしかしたらまだどこかにいるかもしれないけど。そっか、だからシェアクリスタルで女神化してたけど、シェアクリスタルなんて珍。たまに落ちてるんだよ。え、シェアクリスタルって落ちてるものなんですか？ああ。ありえません。だって目には見えないシェアエネルギーを凝縮したエネルギー結晶体が。そうだが、何かおか。シェアクリスタルの製造には莫大なシェアと、それを結晶。以前犯罪神と呼ばれる敵と戦った時に、各国にいる教祖の皆なのに、それが落ちてるなんて。へえ、実は俺もなんでシェアクリスタルが落ちてるのか。つまり娘にとっては一時的にシェアを得られる。そうそう、そんな感じそんな感じ。だから切らさないように。すごい、こんなにたくさんのシェアクリスタルで。情けないことに、こいつがないと女神化ができないから、いつも仲間たちが探してくれるんだよ。うわ、まさにかけ。仕方ないさ。それにけど、これからは安心していいよ。たとえ女神化できなくても。ああ、期待してるぜ。よーし、それならそうと。ネプギア、持ってくるの手伝って。うん。本当、まさかネプチ。けどプラネテューヌか。でっかいののことなんだ。え？デカブツのことか？そう、それそれ。でっかいのとかデカブツって名前か。そういえば正体とかもわからないんだよね。ああ、あいつが町を破壊するせいで、この国の町はもうほとんどの。それにあいつに破壊された場所は土地ごと町が消滅しちまうんだ。何それ、めっちゃヤバいじゃん。それだけじゃねえ。俺が実際に見たわけじゃないんだが、他の国。あんなのが4体も？もしかして私たち。ネ
プギアです。よろしくお願いしますね。ストレスは。ないのは仕方ないよ。材料があれば後で作ってあげるから。やだー、ネプギア大好き。ちょっとお姉ちゃん、こんなところで。なあ、さっきからずっと思ってたんだが、ネプッチがギアッチの。そうだよ、何を隠そう、私がお姉ちゃんなのだ。マジかよ。よく言われ、お姉ちゃんこんな性格だし、私の方が大きいので。けど普段はこんな感じでも、いざという時は。へえ、よっ。なんとなくここが海の向こうの大陸だってことは分かったんだけど、どうやって帰ればいいんだろう。どういうこと？うずめだよ、うずめ。記憶もないのに一人でずっと。帰るにしても。そんな気遣い。あ、うずめ。帰れる場所があるなら。けど、さっきはさ、初めて自分以外の人間、まあ自分以外の人と話ができて、それで一緒だがな。元は俺とあいつの喧嘩だ。俺の国のことは俺が何とかする。でも知ったからには放っておけないよ。ずっと一人で戦っているなんて。別に悲しくなんてないさ。あの、一人で戦っているって、他に女神はいない？ああ、ここにいる女神は俺だけだ。じゃあ女神じゃなくても。残念ながら俺以外に戦えそうな。じゃあなおさら私たちに手伝わせてよ。お前らが戦えることは。無関係なんかじゃないよ。別に俺はお前らのことなんて、たちだなんて思ってねえっての。ツンデレ一丁いただきました。そうだ、娘さん、一つ提案があるんですけど。提案？私たちが帰るまでの間、娘さんを。はあ？帰るまでって。だからそれ。そこなんです。全く見知らぬ土地をさまようことこそ。あ、どこに船があるかわからないし。それにもし狙われでもしたら。
何がいい？知り合ったのも何かの縁ですし。なるほどな。おお、さすがネプギア。しゃあない、どうせ言っても聞かないだろうし。娘さん、ただし帰る手段が見つかったら死の子の言わず。ここでもないかな。さっきの戦闘で汚れちゃったからお風呂に入るかシャワーを浴びたいんだけど。そういえば私も結構汗かいちゃったし、お風呂に入れるなら。クンクン、別にギアッチは汗臭くないぞ。スメさん、何するんですか？あ、いや、汗臭いかもって言ってたから試しに匂いを嗅いでやっただけだわ。けど安心しろ、汗臭いどころかシャンプーのいい匂いしかしないぞ。本当ですか？ああ、逃げも隠れもするが嘘だけはつかないのが俺だ。よかった。ウズメがネプギアのフラグを建築しているけん。お姉ちゃん、なんだかネプギアの将来が不安にな。お姉ちゃん、変なこと言わないで。だってネプギアったら頬をあからめて、しかも上目遣いだったんだよ。だからそれは恥ずかしかったからで。相変わらずネプッチとギアッチは青も。もうお爪さんのせいでもあるんですよ。悪い悪い。そういえばお爪はどうしてここに？ああ、風呂かシャワーを探してるんだろう。さすがに風呂はないが。あるの？ついてきな。あひゃー、冷たくて気持ちいい。だろう、運動した後ならなおさらだろう。ほてった体にこの冷水がなんとも気持ちいいよ。けど屋上の給水タンクに穴を開けてシャワー代わりにするなんて、まさに生活の知恵ならぬサバイバルの知。ここの生活も長いからな、自然と身につく知恵ってもんだ。せっかくだし、うずめも一緒にシャワー浴びようよ。あー、俺はパス。なんで？まさか。いや、それに関しては慣れてるからって。わかった。人前で裸になるのが恥ずかしいんでしょ。バッカ。図星みたいだね。図星じゃねえよ。断じて今まで一人だったから他人に自分の裸を見せるのが恥ずかしいとか、そんなんじゃないからな。わあ、全部自分で言っちゃった。あ、そうだ、私うずめのかっこいい裸が見たいな。かっこよく服をバッサーと脱いで、かっこよくシャワーをバッシャーって浴びる。誰もいないハイビルの屋上で裸でシャワーを浴びてたらワイルドでかっこいいと思うんだけどな。お姉ちゃん、さすがにそれは。仕方ねえな、ネプッチがそこまで言うなら。嘘、お爪さん脱いちゃうんですか？おお、お爪男前。このくらい恥ずかしくもなんともないぜ。なんか焼け気味に。でもなんでお姉ちゃんは？うずめさん確証はなかったんだけど、初めて出会った時からかっこいいことにこだわ。そう言われてみる。てかギアッチは入らないの？そうだよ、ネプギアも着ないよ。でもその。お前はそっちか。何言ってるのさ、ネプギア。それにこんな街中で裸になるな。そんな経験はできなくても。よし、ネプチ。やじゃ。その。こんなの誰も見て。大丈夫だ。にしても、
みんなでこうしてシャワじゃあさ、せっかくこうしてお風呂で背中流しっこしたり。そうだね、ネプッチ。じゃあ早速じゃ、ネプッキュイこの国のことが知りたくてネットで情報を集めてたんだ。ネプギア、そういうの得意だもんね。まだ全然、この辺り無線が機能してなかったから、今 N ギアを有線でね。おお、だから N ギアから変なケーブルが伸びてるんだね。あ、でもね、今はツールで修復している最中だけど、終わったらきっと何かわかるはずだよ。おお、さすがネプギア。そうかな。おーすネプチ、やっと起きたんだな。そりゃあもうプリンの海にダイブする夢を見るぐらいぐっすり眠れたよ。毛布もあったかかったし、こういうスローライフな生活もた、それはよかった。でギアッチはまだ、はい、この N ギアをネットに。へえ、その N ギアってのはインターネット。私ネットのコピペ以外で。けどネット上に使えそうな情報なんてあるか。ほとんどが断線し、確かに娘さんの言うようにひどい状態でしたが、地図データもそこで見つけたんです。それ、そうだ、発揮じゃなくて調べていて見つけたんですけど、この BBS 今ハッキングって聞こえたような。そう、気のせいじゃないかな。で、掲示板ってのはどれ。これのドリーム BBS っていう掲示板です。スレ、見た感じフリーハイフのスタイルシートを、そのどれどれ、生きてるやつ挙手。のしのしのし、ブリシボンヌ、生きてるじゃねえか。カスガ、なんだろう、このネットが普及し始めた頃の懐かしい感じの空気の掲示板は。ああ、それか。それならだいぶ前に俺が立ちと言ってもパスワードを忘れたせいで。ネプギア通信だよ。あ、この音は、この音は俺の娘さんの腕のあれって。娘か、どうやら無事のようだな。デカブツを倒すまでやられるわけにはいかねえからな。で、どうしたんだこんな朝早く。俺たちが隣町に避難していることは。うん、そこに住むヒヨコ虫たちがシェアクリスタルを見。本当か。焦るな、見間違いということもある。すまないな。気にするな。ねえ、うずめ、今の人って昨日も通信で話してた。そういえば、ネプッチたちにはまだ紹介してなかったな。さて、それじゃあ俺はちょっくら町を見回ってくるわ。見回るって。デカブツがいないとはいえ、まだ凶暴なモンスター、避難した連中が戻ってきてもいいように。それなら私もうずめと一緒に。ギオッチはどうする。じゃあ私も行きます。それじゃ。元気元気。ネプギアです。よろしくお願いしますね。
going here? よく知ってるな。どうだ？はい、かっこいいです。待てよ。私たちの国でも一昔前に、と言っても今は製造していないので、私も実物。へえ、まさか。けど女の子なのによくこんなの知ってるな。はい、大好物です。大好きじゃなくて。なら貸してやるから。いいんですか？特別だぞ。こいつは俺の宝物だから。本当ならほらよ。わあ、ありがとうございます。これってゲームのセーブデータを保存できた。それだけじゃないぜ。その名の通りラジオも聞けるし、あと有線でネットができる端末につなげば。すごい。これどこかにまだ残ってたりしないんで。特に見かけたことはない。やっぱこういうのは価値のわかるやつが持たないとな。戦闘なら俺に頼ってくれよな。行くぜ。
行くぜ。最初からクライマックスだよ。本気で行きます。俺の番だな。外でネットするには公衆電話に有線で繋がなきゃ。いっそのこと無線の装置作って。で、今はそんなことしてる場合じゃないんだ。もしかしてこの国がこんな廃墟になった原因なのかも。うん、調べてみよう。おーい、ネプギア、そろそろ帰るよ。あ、お姉ちゃんが呼んでる。このことお姉ちゃんたちに伝えるのは。は本物だったか。ああ、本物だったよ。まさかこんなところにもシェアクリスタルがあるな。君に手土産もできたことだし、
今日中にそっちに戻る。なんだお前は。うわあ！ふみお、おい、ふみお！今の。ネプチ、イヤチ、俺はふみおを助けに。もちろんだよ。まだまだいけるよ。こんなの怪我したうちに入らねえよ。Should be around here somewhere. Somewhere? He didn't tell you where he was? Hey! Umio! I wish our communication didn't get cut short. I'm not sure rescue missions are ever that convenient. You never know. A mysterious bystander might have been accompanying Umio when he was attacked. Maybe they both escaped. Then, while they're wandering around looking for us, we'll just happen to run into them.We'll be totally surprised at the coincidence, and like, both Uzume and her new pal totally won't be able to believe it, you know? Then, just like that, they'll lead us to where Umio is, and we'll like, beat up the meanie monsters that were bullying Umio! Umio's saved, and we'll find the share crystal, and we'll be totally super lucky like that! There's a small chance someone will appear to show us the way, right? Uzume... Sorry, but what in the world was that thing you just turned into? I think you're just imagining things. No. I most definitely was not. You just transformed into some kind of valley girl from the 90s or something. You were referring to yourself as Uzume in the third person, too.You're hearing things! Or maybe there are monsters that can create illusions around here! Those crazy beasts! It's Uzume! It's Uzume! Someone actually came? Sweet! Nice timing, baby bug! Huh? Nice... timing? Just something concerning us. More importantly, you seem a little riled up. Is it about Umio? Yes! You're correct! Umio got attacked by a monster! Oh, and it's awful!See you two, just like I said, right? I can't believe things turned out the way she imagined. Me too, but I'm having a harder time getting over that Valley Girl transformation. She seems like she's trying to hide it. Hey, what are you guys doing? I'm gonna leave you behind. I'll show you the way. Please hurry. Whoa, what?Umio's in here? Yes! My friends and I were originally using this place as a house! We happened to find something that looked like a share crystal in the far back, so we asked Umio to check if it was real. But while that was happening, a monster we've never seen before suddenly appeared! Okay, I understand the situation. Yes, of course! Umio is holding on to it right now! We'd better hurry and save...
Exciting! Now, who to choose? You were such a pain! Enemy sighted. I'll be serious! Fury! Fury! Warning!
Alright, defeat it! Damn! Do not have bad! Major damage. Cool I am when I'm fully healed, you know? Okay.
do. Could you heal me? You're surrounded! What should I do? こいつらも俺の仲間なんだ。ヒヨコムシってのはこの世界で一番多いモンスター。群れ同士のネットワークもあって。その代わりに僕たちを凶暴なモンスターから守ってもらっているのです。持ちつ持たれつ、素敵な関係だね。なんでだ。まさかとは思うが。行く。違うって。私は食べたことないんだけど、ヒヨコムシって油でカラッと揚げて食べると。僕は食べても美味しくないのです。エビフライか。そういえば食ったことないな。なあお前、本当にエビフライみたいな味がするのか。誰か助けてほしい。ジュルリー
食べてないせいか。ねえ、エビフライって呼んでもいい？エビフライなのです。おお、いいな、エビフライ個性。もうダメだよ二人とも。ほら、こんなに怯えさせちゃって。悪い悪い、ついノリで。僕のこと食べない？食べない食べないって。だから
you to a bloody pulp! What should I do? It's my turn! I'm a force of fury! Leave this to me! My turn! I've been waiting!
to choose. Target's confirmed. I'm a force of fury! Oh, nephew all! One strike! It's my turn! Waiting!
Yay! I got one! Fail. Yay! We won! Be your personal opponent. I'll nip you all up. I'm a force of fury. Let's play. Not bad. What should I do? My turn. Fury! Thank you.
end this all! Here you go. Thanks a bunch! You're not half bad! Turn. Thank you.
流電話なんて。多分ネットじゃないか。外でネットに繋ぐのって公衆電話と。エヌギアをケーブルで繋いでと。よかった、ここからならこの町の管理さ、プロテクトも一昔前のものっぽいし、ああほとんどのデータが壊れ。